日本で暮らす自分を俯瞰して見れるというか、ともあの夫婦の初旅行で夫があのどちらかというとシティ派で私はあの自然大自然が好きな。はいセンターからはいありがとうございます。皆さんこんにちは上野樹ュです。この度観光大使ニュージーランドの観光大使として。えー 選んでいただきまして本当ありがとうございますあの先ほどもご説明にあったように12年前にニュージーランドの方にタウランガというところでホームステイをしながら学校に通うという1年間を過ごしましたそれから今もホストファミリーとは連絡を取っています。本本当当にに温かい人もう本当に 人々も温かいですしあの私の大好きな自然もいっぱいあってあの食べ物も美味しくても自然も綺麗であの本当に癒されるあの素晴らしいあの国だなと思います。でまたなんかあの国の形も日本とちょっと似ていてでも季節は反対なのでなんか日本で暮らす自分を俯瞰して見れるというかそんなニュージーランドの時間が私はとても大好きで。 で今回もあのまたこういった、えー、とても嬉しい機会で、えー、ニュージーランドに再び行かせていただきました。またあのまあ私もさ先ほどもお話にあったようにトゥイカウリというブランドであの今日着ている服もそうなんですがあのカウリというあの巨木があるんですねニュージーランドにで以前もあのカウリパークの方には行ってカウリを見ているんですけれども今回も。 あの今一番大きいとされている香り5,000年の香り種まふたという香りがあるんですけど、はい、あの見てあのそこでマオリの方に実際にあの説明をしていただいて本当に神秘的だなと思う神話もあの話していただいてもう本当に一層心に残るあのそんな旅になりました。 あの詳しくはこれから自分のインスタグラムの方であのどしどし上げていきたいと思っています。あの夫ともあの夫婦の初旅行であのウェリントンの方に5日間旅行してあの大好きなオーガニックワインとかオーガニックコーヒーや、え。ー そういったレストランに、えー、たくさん足を運びました。また詳しくはあのインスタにどんどん上げていきます。<laughs> あの本当に今ちょっと写真が多すぎてもうどこから上げていいやらあのまたあの雑誌の方にもあの掲載されたりしますので、えー、そちらもよろしくお願いいたします。 今回初めてウェリントンの方に行かれたということで、はい、いかか、がだったですかウェリントントは最高でしたねあの夫があのどちらかというとシティ派で私はあの自然大自然が好きなタイプなんですが今まであのその留学時代に、まあ、ロトルアのもうマンホールがボコボコ動くぐらいあの のの温泉が湧き出てててるっていうのも見てたし、まあ、そういうところにも、まあ、いつか連れていきたいっていうのはあったんですけど自分も行ったことのないニュージーランドでかつ夫も好きなあの、えー、場所ってどこだろうってコーディネーターの方とこう考えたんですねそしたらウェリントンがいいんじゃないかっていうことで、まあ、首都って今まであのニュージーランドって変わってきてるじゃないですか。で今 オークランドではなく実はウェリントンが首都ということもあってまあ首都に行っとこうということでクラフトビールだとかやっぱりあのナチュラルワインあの実はフランスとすごく気候が似ていてピノ・ノワールにものすごく適しているというあの気候だということであのマールボローっていうところに訪れたんですけど本当に南島もう本と北島の中の一番南の方に。 あの行ってきたんですけどすごくおいしいワインをお土産であの買ったりとかしましたスーツケースが大変になるぐらい。<laughs> <laughs>